はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に、献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやすのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もね、造血幹細胞移植に関する、造血幹細胞移植の種類のお話でございます。造血幹細胞移植のね、おさらいですね。今日もね、おさらいから始めますからね。造血幹細胞移植とは、正常な血液細胞を作れなくなった患者さんに、ドナーさんからもらった正常な血液、造血幹細胞、あるいはあらかじめ冷凍保存しておいた自分の造血幹細胞を移植して、正常な血液細胞を作れるようにさせる治療法です。そんな造血幹細胞移植の種類なんですけども、まあ造血幹細胞移植のね、種類をね、由来と、採取部位という2つに分けてお話ししていきます。まずは造血幹細胞の由来ですね。造血幹細胞の由来によって、自家移植、同種移植、同系移植のに分けられます。造血幹細胞の由来というのは、自家移植が患者自身で、同種移植がドナーさんね、で同系移植が一卵性ソーセージなんですね、というふうに分けられます。でこの場合の由来とはですね、まあ、何から造血幹細胞を移植するかです。そして採取部位になります。次はね、採取部位によって、骨髄移植、再帯血移植、末梢血幹細胞移植に分けられます。で造血幹細胞移植の採取部位というのは、骨髄移植は骨髄、腰のね、腸骨の骨髄、背中の後ろの部分から取るんです。で、再帯血移植っていうのは胎盤、再帯ですね。これは女性の方が妊娠した時に赤ちゃんね、大きくなってくるでしょ。でそれの お母さんと赤ちゃんの、まあ、へその緒ですね、がお腹の中にあるんですけども、それの胎盤っていうところと再帯っていうところから採取します。で、末梢血幹細胞移植は末梢血ですね。これらが採取部位でございます。でこの採取部位っていうのはですね、何のどこの部位を採取するかです。移植の種類の選択はね、まあ原疾患によって異なります。例えば悪性リンパ腫や多発性骨髄腫に対しては、自家製末梢血幹細胞移植が行われることが多いです。で僕がなった白血病っていうのは、急性骨髄性白血病という種類で、まあ、当時の担当の先生の、ね、診断で、白血病細胞が発症した細胞の種類から末梢血幹細胞移植の同種移植を選んでもらって、ドナーさんの末梢血から造血幹細胞をもらいました。まあ、それでね、おかげさまで今行かせてもらえてますんでね、感謝しております。ね、今回はね、造血幹細胞移植の種類を由来と部位に分けて、2つに分けて説明させてもらいました。まあ、しかしですね、病気の種類がたくさんあるように、治療方法もたくさんあります。まあ、さっき僕の場合のね、紹介をしましたけども、あれはほんの一例です。僕はたまたまドナーさんとのタイミングが良くて助けてもらいましたけども、まあ、世の中にはまだまだ待っている人たちが大勢おられます。
まあ、以前にもお伝えしましたけども、まあ、今のねこの時代ではまだまだ人間の血液をですね人工的に作ることができません。なので皆様の血液が必要とされています。献血骨髄バンクにご協力をお願いします。次回はですね自家移植と同種移植のお話です。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。